ツツジが咲いたのう、直太。へい。ガヤの伊藤、帰ったぞ。いねえなか。お帰りなさりませ。うん。しばらくでござります。いや、あ、これは、お留守中にお邪魔しまして。お忘れでがんしょか。飯沼の妹の巴でがんす。ああ、巴さんでしたか。全くわかりませんでした。あ、でがんした。今日兄上にお会いしてあんたのことを聞いたばっかりでがんす。ではご存知でがんしょ、何もかも。ええ。そういうわけで兄の家さいますども、おめえは暇だからと旗織りばっかりさせられているので、今日は逃げ出してここさお邪魔してます。あ、よくござらした。まあ、とにかく上がってください。おみやし。あ、出かけました。私のことなど忘れていたようですの。小さい時あんげ仲良くしてたのね。お帰りなさいませ。お帰り。深山、伊藤、この人巴さんって言って、つまりおとはんの幼なじみ。いつもいじめられてたの。何言われる。お土産いただきました。お、私も。おお、これは綺麗だの。あ、おかん、ただいま帰りました。お帰りなさい。お母さんはこの方ご存知でがんすか。いいのの巴はんでがんしよ。ちゃんと覚えていてくなはったんですよ。それはいがった。あ、もちろん私のことはお分かりでがんしょうの。どちらのお身内でがんしたがの。あんたの息子でがんす。さいでがんすが。おたね、お鍋見て。お、なんでがすか。巴さんがおいでになった途端、うちの中がパーッと明るくなったような気がしたものです。忘れもしましね、5つの時よ。私はよく男の真似して遊んでいたども、ある時松の木さ登ったらポキンと枝が折れて怪我したことがあっての。本当？うん。その時おとはんがちょうど遊びに来ていて、すぐ私おんぶして走って医者に連れて行ってくれての。おとはんが12か3だったと思うねども、おとはんの背中こんなに広くての、まるで大人の背中みてえで、それはもう頼もしくての。覚えてなはる、清兵衛様。そういえばそげなこともあったようだ。私が9つの時、母親に今年からもう男の子と遊んではいけませんと言われたの。私悲しくて悲しくて。おなごはんはつまんねえの、かやのかん。おらえのちょんべなはんは涙をポロ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 こぼした涙をたもとで拭きましょう、拭きましょう。拭いた着物を洗いましょう、洗いましょう。洗った着物を絞りましょう、
絞りましょう。絞った着物干しましょう。干しましょう。あなたは昔とちっとも変わりましねの。私の方はすっかり変わってしまいましたども。そげなことはありますね。あなたの笑い顔は昔と同じでがんす。慰めてくれなくてもようがんす。私は変わりました。あなたが甲田家にお越しいらされた時の華やかな様子は人づてに聞きましたとも。思い出すのも嫌でがんす。遅い時刻でしたけ、これで失礼します。兄上にもよろしくお伝えください。おひげ伸ばして。え、やわらけ。稲間。はい。本当のことを言えよ。本当のことは。主人だ。あの男が来てる。夫の、んでね、別れた夫の酔った時の声でがんす。あれは帰る。お供の方酔ってない。はい、履物出しや履物。いいのが、どもえはどこ行った。どもえはさっきから申すように今夜はババの屋敷さ。嘘を言うなんぞ。お願いでございます。大きなお声は年寄りもおりますさけ。まあいい、ええのはよく聞け。ともいに未練はね、俺が嫌だわ出ていくがい。ほんでのもいいか、犬馬。貴様に対してはいいってことがあるぞ。お上にまで頼み込んで力ずくでともいを離縁させたの。いや、こうだ。そのことについては、さっきから何遍も申し上げてるではねえですか。やがましい。俺は女房に逃げられた男と城中の笑い者にされた。貴様のせいだぞ。表さ出ろ、勝負する。いや、こうだ。勝たないよ、これ。やめてくれ。勝たないよ、やめてくれ。あんた、やめてください。と思えたか。お前、こげだ呼ぶけん、どこさ行ってきた。どこさ行こうと、私の勝手でござります。それから、ついでに申し上げますが、私はもう、あんたの妻ではありますね。呼び捨てはやめてください。トモエ、トモエ、また行ってもう、その辺でどうでがんす。なんだ貴様。私は飯沼の友人、井口清兵衛って申します。お望みなら犬間と代わってお相手いたしましょう。だども、ここは松永です酒。つかまんたは酒さ酔っている。別の日、酒の酔いが冷めたところで勝負しましょう。